皆さんどうもこんにちは。今回はハウスメーカー比較、基礎を比較するべき理由と3つのポイントというタイトルでお話をしていこうと思います。皆さんはいろんなハウスメーカーを見て回る際、どこをポイントにして比較検討したらいいかって分かりますか？おそらく大半の人が分からないと答えるはずなんです。まあ、それもそのはずで、単純な話、考えることが多すぎるんですよね。例えばどんなハウスメーカーがあるのかを調べるところから始まり、知らない用語を調べ、業界のルールや注意するべきポイントの把握、さらには土地選びの仕方や間取りの作り方、あとは返済計画も考えたりと、とにかく考えることが多くて訳が分からなくなってくるはずです。それがどんなに大変でどんなにしんどいことなのかっていうのは、私には痛いほど分かります。ですので今回はこれからハウスメーカー選びをする人のために、余計なことで悩まないための判断基準をレクチャーしていこうと思います。そしてその第1回目が基礎です。今回お話しすることが念頭にあるだけで、各ハウスメーカーの見え方が変わってくるはずです。これからマイホーム購入に向けて動き出すという方は、ぜひとも参考にしてみてください。このチャンネルは、元ハウスメーカー勤務でかつ銀行で不動産の融資担当をしていた私が、マイホーム購入の攻略方法をお伝えするチャンネルです。今現在、優秀な住宅営業マンとお客さんをつなぐ活動を勝手に行っています。この活動を開始して1ヶ月で徐々に感謝のメッセージが来るようになりました。マイホーム購入に失敗したくないという方は、ぜひともツイッターから DM をいただければと思います。それではやっていきましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。まずは大枠からということで、簡単に基礎を比べるべき理由について触れていこうと思います。そしてその後に比較するべきポイント3つをご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。では早速、基礎を比較するべき理由なんですが、この理由は非常にシンプルで、基礎が地震の影響を一番食らう場所だからです。言われてみればそうだなって思うかもしれませんが、建物の中で地面に一番接している部分って基礎ですよね。さらに建物を支えているのも基礎ですよね。こう考えると、基礎って強くないとまずいなって思いませんか？思いますよね。でもほとんどの人が、構造体がどうやって作られているのかとか、断熱性はどうなのかとか、まあ、そういった部分に目が行きがちなんです。でもまず最初に確認するべきは、基礎がどうやって作られているのかなんですよ。ここを確認しないでハウスメーカーを決めるというのは、例えるならルックスだけで結婚するみたいなものです。いくらイケメンであっても、中身が極悪非道の悪人だったら結婚しませんよね。それと同じです。いくら建物の作りが立派であっても、断熱性にこだわっていようと、肝心の根っこの部分がどうしようもなかったら意味がないわけです。なので地震の影響を一番に食らう基礎は、しっかりと比較しなければならないわけです。これが基礎を比較するべき理由になります。ではここから実際に基礎のどの部分を比較すればいいのかっていうポイントを3つご紹介します。それは、1つ目が土台があるかないか、2つ目が基礎の打設回数、3つ目が建築基準法と比較した場合の数値、以上の3つになります。それでは1つずつ解説をしていきます。まず1つ目の土台があるかないかということについて、土台というのは簡単に言うと、基礎の上に敷かれている構造材のことです。例えばローコストメーカーであれば、基礎の上に木材を敷きますし、大手であればメーカーによって仕組みはまちまちなんですが、中にはプラスチックの土台を使って家作りをしているというメーカーもあったりします。そしてこの土台にアンカーボルトというボルトを通して、基礎と建物の骨組みをジョイントする仕組みになっているんです。でもこの土台がある建物の作り方って、実は戦後の名残で、現在の建築水準には必要ないものなんです。つまり何が言いたいのかっていうと、歴史的背景を知らずに土台を作り続けているハウスメーカーと、歴史的背景を理解して土台をなくしているハウスメーカー、基礎を観察すると、この2つにハウスメーカーは分かれるっていうことなんです。そして結論としては、土台をなくしているハウスメーカーの方が地震には強いんですね。ではこれが一体どういうことなのか、少し背景から説明をしていきます。そもそも日本には昔2種類の建物の作り方しかなかったんです。それが伝統工法と呼ばれる建物の作り方と、在来工法と呼ばれる建物の作り方、この2種類なんです。伝統工法に関しては、例えば法隆寺や神社仏閣などの建物に使われている工法のことです。いわゆる昔からある建物の作り方なんですが、この工法には土台と呼ばれるものは存在せず、使石と呼ばれる基礎と柱が直接つながっている状態になっているんです。そのため地震の時に加わった力をダイレクトに地面に流してくれる工法なんですよ。だから法隆寺は1300年以上も経った今でも、創建時の姿を現在に留めることができているんです。
ただ一方で在来工法というのは、簡単に言うと今説明した伝統工法を簡略させた工法のことなんです。ではなぜ伝統工法を簡略する必要があったのかというと、それは戦争が絡んでいて、戦災によって太い木材を供給することができなかったという背景があるからなんです。皆さんもなんとなくイメージができると思うんですが、時々テレビで戦争後の景色が映るじゃないですか。あたり一面が焼け野原だったり、建物が崩れて瓦礫だらけだったりしてますよね。あの状態から復興しなければならなかったんです。だから太い木材の供給なんて到底できるわけないんですよ。でも家を建てないと生活できないですよね。なので細い木材でも家が建てられて構造が保持できるように、さらに技術がない人でも早く安価に家を作るために伝統工法を簡略せざるを得なかったんです。これが在来工法が生まれた歴史的背景になります。そして在来工法という名称から日本に昔からある工法と間違えられやすいんですが、実は在来工法って歴史の浅い工法なんです。今私が説明したことを話さずに、在来工法は昔ながらの家の建て方だから安心ですみたいな安い営業投稿をしてくる営業マンは要注意です。ちょっと話を戻しまして、そしてこの在来工法には先ほど説明した伝統工法にはなかった土台が存在します。ではなぜ土台が必要なのかといえば、基礎の上の部分が水平でなくても土台を使うことで水平に保つことができるからなんですね。つまり基礎の精度が悪くても家を完成させるために土台があるということなんです。そして言い換えるなら、土台には基礎を水平に保つ役割しか存在しないということなんです。むしろ土台を挟むことによって基礎と柱が直接つながっている伝統工法に比べ、在来工法は地震の力を地面に逃がしにくくなっているんです。だから冒頭でもお話しした土台が現在の建築水準には必要ないものであるという話の裏にはこういった理由があるんですよ。でもこれが不思議と、ハウスメーカーの中でも未だに土台を作って家を建てているメーカーがたくさんあるんです。じゃあそのハウスメーカーがどこなのかっていう話なんですが、これはコメントで50件くらい教えてほしいっていう要望があったら公表します。ここでは伝統工法と同じように地震に強い基礎の作り方をしているハウスメーカーを一部紹介します。それが積水ハウス木造、積水ハウス鉄骨、住友林業ビッグフレーム工法、あとは大和ハウスですね。もしかしたら他のメーカーでも基礎と一体化した家作りをしているところもあるかもしれませんが、基礎について詳しく言及しているハウスメーカーってほとんどないんですよね。ないからこそちょっと怪しいなって思ってしまうんですが、皆さんはどうでしょうか。ぜひ一度調べてみてください。ということで一旦ここまでの話をまとめると、在来工法もしくは在来工法をベースにして家を建てているハウスメーカーは未だに戦後復興と同じ家の作り方をしているということ、そして在来工法よりも基礎と構造体が一体化している伝統工法をベースにした基礎の作り方をしているハウスメーカーは積水ハウス、住友林業、大和ハウスですよというお話でした。ぜひ参考にしてみてください。続いて2つ目が基礎の打設回数についてです。この比較は非常に簡単です。というのも基礎を作る際に何回コンクリートを流し込んで作るのかというこの回数を比較すれば、その基礎が強いかどうかが分かるからです。少し具体的な話をしていくと、そもそも基礎って床ベースの生コンを打設して、それが乾いた後に基礎立ち上がりの生コンを打設するんです。つまり打設の回数が2回必要になってくるんですよね。でもこの基礎の作り方だととある弱点が存在するんです。それが継ぎ目なんですよ。例えば皆さん紙粘土をイメージしてみてください。紙粘土って封を開けてすぐの時は自由に形を変えられたり、あとはくっつけたりできますよね。でも徐々に時間が経つと自由にくっつけることができずに、さらには継ぎ目の部分が脆くなってくると思います。基礎もそれと同じなんですよ。いくら同じ素材をつなげるとはいえ、時間が経過してからつなげようとしても完全にはつながらないんです。特にコンクリートの場合は天候、気温、湿度、そしてその時の水分量で強度が変わってくるので、必ずしも全く同じ質で基礎を作れるのかと言われれば、それは 100% 無理です。また冒頭でもお話ししている通り、基礎は地面の影響をもろに食らう部分でもあります。だからつなぎ目が弱かったら基礎自体にひび割れが起こりやすくなるんです。実際にヘアークラックといって基礎にひびが入ってしまったという話はよく聞く話ですからね。こういった理由があって、基礎の打設回数が1回で済むような工夫がされているハウスメーカーが強い基礎作りのできるハウスメーカーだということになります。じゃあ実際にそういったハウスメーカーはどこなのかというと、これまた積水ハウスと大和ハウスですね。
積水ハウスは自社独自で作ったメタルフォームという型枠とカルフォームという土に埋まっても勝手に分解されて消えるかまぼこのような形状の型枠を使って基礎を一体化しています。ダイバハウスに関してはシームレス基礎という名前で継ぎ目のない基礎を一つの売りにしています。その他にももしかしたら基礎を1回の打設で作っているハウスメーカーがまだあるかもしれません。ですので一つの検討材料として基礎を作る際に何回コンクリートを流し込んでいるのかというのを調べてみてください。そして最後に3つ目が建築基準法と比較した場合の数値についてです。これは建築基準法において設定されたベタ基礎、布基礎それぞれの基準値をもとにそれと比較して各ハウスメーカーの数値がどうなっているのかを比較分析するといったものです。おそらくこれが一番分かりやすいと思います。そしてこの基準を使ってそれぞれのハウスメーカーを比較するメリットはカタログからでも調べられるという点にあります。先ほどもお伝えした通り基礎の作り方について詳しく言及しているハウスメーカーってものすごく少ないんですよ。ですのでこういった分かりやすい基準を使えば相対的にどのハウスメーカーが優れているのかっていうのが分かるわけですね。では実際に建築基準法に明記されているベタ基礎と布基礎それぞれの基準値なんですがそれがこちらになります。ベタ基礎の基準値、立ち上がりの厚さ120mm 以上、立ち上がりの高さ 400mm 以上、根入れの深さ 120mm 以上、スラブの厚さ 150mm 以上、そして布基礎の建築基準値が立ち上がりの厚さ 120mm 以上、立ち上がりの高さ 400mm 以上、根入れの深さ 240mm 以上、フーチングの厚さ 150mm 以上、こんな感じでそれぞれ決まっているんです。ちなみに布基礎よりベタ基礎の方が強いっていう営業マンが結構いるんですがそれは間違った知識ですので注意をしてください。これについてはまた機会があったら話そうと思いますので今回は割愛します。さてでは建築基準法をもとに実際にハウスメーカーの基礎を比較してみましょう。まずはみんな大好き一条工務店です。一条工務店はさすがとしか言いようがないんですが全体的に多くの基準を大幅に超えています。しかし一方でとある大手のハウスメーカーは一条工務店と比較して基礎がだいぶ小ぶりになっています。建築基準を超えているので別に問題ないといえば問題ないんですがこうやって比較してみるとどっちが地震に強そうかっていうのが一目瞭然ですよね。もちろん基礎の厚さや高さだけで全てが決まるわけではないですが地震の強い家作りの一つの指標になるかと思います。他にも基礎の厚さや高さに関しては調べればすぐに出てきますので皆さんもぜひ調べてみてください。ということで今回は基礎を比較する上での3つのポイントをご紹介しました。1つ目が土台があるかないか、2つ目が基礎の打設回数、3つ目が建築基準法と比較した場合の数値、以上の3つになります。皆さんぜひとも参考にしてみてください。それではまた次回も会いましょう。バイバイ。